メッキでお悩みではありませんか。物が大きすぎてどこにも頼めない。形が複雑で断られた。アルミいいものってメッキできるのかな。メッキを厚くして耐久性を上げることができるのかな。こうした皆様のお悩みを解決する、それが富士電機のメッキ技術です。富士電機のメッキ事業は、川崎工場が創業を開始した1925年から現在に至るまで長い歴史を持っています。長年発電・変電の金属通電部分のメッキを担当、我が国の電力業界を支えてきました。例えば地熱発電所、タービン発電機の回転子コイルなどに富士電機のメッキが活躍しています。例えば水力発電所、発電機の冷却部などに富士電機のメッキが使用されています。その他、変電所のガス絶縁開閉装置や配電盤に不可欠なブスバーにも富士電機のメッキが活躍しています。絶対にトラブルが許されないインフラ事業で培われた確かな技術力は、高い信頼性を得ています。富士電機メッキ事業の高い技術力は、電力インフラ以外の世界でも活躍しています。例えば自動車業界、ブレーキのバックプレートやクラッチディスクに富士電機のメッキが使用されています。レーシングバイク用のクラッチディスクにも使用されています。例えば電気機器分野、半導体製造装置のコネクタ部分に富士電機のメッキが活躍しています。富士電機のメッキ工場には、最大5メートルのメッキ層が設置されています。他社では不可能な長尺の製品、重量のある製品にもしっかり対応できます。富士電機のメッキなら、30ミクロンを超える厚いメッキにも対応できます。富士電機独自の技術なら、どんな形状の製品でもメッキが可能です。手間がかかり作業が難しい内部メッキ、富士電機の技術なら製品内部の一部分だけのメッキも可能です。従来から難しいと言われるアルミ鋳物などの多くの金属素材でもメッキが可能です。インフラで培われた高い技術力を持つ富士電機のメッキなら、1、長尺・重量物に対応、2、厚いメッキに対応、3、複雑な形・内部メッキに対応、4、メッキが難しい素材に対応。あなたのお悩みを解決します。どんな大きさ、どんな形状、どんな部分のメッキでも結構です。まずは一度ご相談ください。